パンクのゴッドファーザー、イギーポップ。今回は彼がキャリアをスタートさせたバンド、ストゥーシーズの活動を見ていきましょう。イギーポップはミシガン州マスキーゴンで生まれました。父親はミシガン州ディアボーンのハイスクールで英語の教師と野球のコーチをしていましたが、昇級を求めてミシガン州イプシランティのハイスクールに転職、住居も同地のトレーラーパークに定めると息子をそこで育てました。中学校では社長の息子など裕福な子供と一緒に学校に通っていました。なんかイギー君ちってトレーラーらしいね。ニヤニヤ。なんか感じ悪いなこいつは。トレーラーパークでの生活は裕福ではなかったものの、両親はイギーが興味を持ったものに協力的で、ドラムを始めた時には寝室をドラムの練習の部屋に明け渡してくれました。親父ありがとう。高校生の頃にはバンドイグアナズを結成。どうやって目立つかを考えた末、5メートルの高さにドラムセットを組んで演奏したこともありました。いやー俺目立ってるよねこれ。間違いなく目立ってるよね。ミシガン大学に進学したもののミュージシャンを目指し1年で退学。すいませんやっぱやめますさ。ブルースの盛んなシカゴに移り住みました。縁あってブルースミュージシャンと共演。その中で白人である自分が本格的なブルースを目指すより若者に向けた音楽をプレイする方が良いのではと考え始めます。あれ俺なんか浮いてるよな。やっぱ自分と同年代の白人に向けてやった方がええか。イリーは高校の1年後輩で友人だったロン・アシトンを誘ってバンドを結成しました。ドラムはロンの弟スコット・アシトンが担当。ロンは最初ベースだったのですが途中でギタリストに転向。代わりのベーシストとしてアシトン兄弟の友人だったデーブ・アレクサンダーが加入しました。バンド名をザ・サイケデリック・ストゥーシーズとして活動を始めます。イエーイ楽しくやっていこうや。結成後間もなくたまたまティーンエイジャーのガールズバンドと知り合います。お兄さんらバンドやってんのやったらうちらの演奏聞いてみてや。けど俺らプロ志向やからあんまり下手な演奏聞かさんといてや。彼女たちの演奏が自分たちよりはるかに上手かったことが活動に本腰を入れる転機になりました。あかん俺らより上手いや。うちらの演奏どうやった？おまあかな。とりあえずちょっとお腹痛いから今日は帰るわ。1968年3月、ザ・サイケデリック・ストゥージズは初めてギャラの出るギグに出演しました。この時にイギーはステージダイブを披露し、歯を折りました。8月、ミシガンのマザーズというクラブで、卑猥なパフォーマンスを披露、警察がやってきて逮捕されました。なんや、あれか、君らロックバンドっちゅうのは、裸になって捕まらなきすまへんのか。70年8月にもステージ上で露出などの卑猥行為をしています。まあ捕まっても俺は脱ぐ。イリーは観客を驚かせて困惑させる過激なステージパフォーマンスについてドアーズ、ジム・モリソンの影響があったと語っています。やっぱジム・モリソンパイセンみたいに攻めていきたいじゃないですか。ジム・モリソンを意識したイリーのパフォーマンスはそれを上回ろうと割れたガラスの上を転がるなど激しいものになっていきました。デトロイトシーンの中心だった MC5 と親交を深めていきました。レコード会社のスカウトマンが MC5 を見に来た時ストゥーシーズは前座で出演していました。スカウトマンはステージを見て両方のバンドをスカウト。バンドはデビューにあたりバンド名をザ・ストゥーシーズと改名します。レコード会社の担当者がアンディ・ウォーホールとの人脈を持っていたこともあってアルバムのプロデューサーには元ベルベットアンダーグラウンドのジョン・ケールが起用されました。この縁でイリーはベルベットのファーストに参加していたニコと知り合いになります。
私ニコって言います。よろしくお願いします。イリーはこのレコーディングで初めてニューヨークに来ました。ニュニュニューヨークやべえ。イリーはアンディ・ウォーホールのスタジオファクトリーに出入りし刺激を受けました。ファクトリーやべえ。1969年8月、ファーストアルバム、イリー・ポップ&ストゥージーズが発売されました。全米106位とセールスは振るいませんでした。しかし、ストゥージーズのアルバムはすべて、後に高い評価を得ます。この頃、イギーとスコットの薬物依存、デイブの過度の飲酒癖によって徐々にバンドは混乱状態になっていきます。なんや、うちのバンドはまともな俺だけかい。ほんまこいつら。イリーは注目を集めるため客席へのダイブやピーナッツバターを全身に塗るなど体を張ったパフォーマンスを繰り返していました。俺に注目しろ。1970年バンドはロサンゼルスに向かい、セカンドアルバムファンハウスをレコーディングしました。サックスとしてスティーブ・マクケイが加わりました。ロスでイリーは首輪をつけている犬を見て、ステージで首輪をつけることを思いつきます。あ、ちょっとひらめいた。これでほんまの I wanna be your dog ですわ。1970年7月セカンドアルバムファンハウスが発売されました。音楽評論家から絶賛されるも、前作よりチャートを下げてしまいました。バンドは、アルコール中毒でライブがまともにできない状態になっていたデイブを解雇します。デイブ・アレクサンダー、1975年、アルコールによる肺水腫で他界。享年27歳。デイブの代わりにジーク・ゼトナーが入りますが、すぐにジミー・レッカに交代します。またセカンドギターにビル・チーサムを加入させるなど混迷を極めます。最終的にセカンドギターに以降もイギーと行動を共にするジェームズ・ウィリアムソンが加入します。エレクトラはファンハウスのセールス不振やメンバーの素行不良などを理由に契約を解除しました。新曲聴かせてもらったけど、なんかパッとせえへんし、アルバム売れへんし、自分らそこ悪いし、もうこのカメラあげるから契約解除で。なあ、わかるやろ。バンドは契約解除の問題だけではなく、他にも多くの問題を抱えていました。イギー、スコット、ウィリアムソンは薬物の問題を抱えていました。イリーは薬物依存の治療施設に通い始めます。バンドは1971年7月9日に解散します。ね、ちょっとずつね、直していこうね。あかん、もうとりあえず一旦バンドは解散しよう。解散後、イリーは知人からデビッド・ボーイが会いたがっていると聞き、マクシズ・カンサス・シティに会いに行きました。そこで彼の所属事務所に誘われます。誘いを受けて事務所と契約、コロンビアから2枚のアルバムレコーディングの契約も手に入れることができました。イギー君、もしよかったらうちの事務所入ってレコード作ってみたらどう？マジっすか？いや、むっちゃ嬉しいっす。頑張ります。レコーディングのためにロンドンへ向かうことになりました。イリーはレコーディングメンバーにウィリアムソンを推薦します。最後の方一緒にやってたウィリアムソンってええ曲書きおるし、ギターもかっこええんですわ。ほんま、ほなその子入れてみる？ウィリアムソンが決まり、2人はメンバーオーディションを行います。しかし彼らが求めるようなメンバーは見つからず、ロンとスコットのアシュトン兄弟を呼び戻すことにしました。いやー、今のイギリスはグラムロック、グラムロック言うてワイラが求めるようなリズム隊がおらんのですわ。そこでなんですけど、一緒にやってたあのアシュトン兄弟、あいつらこっちに呼んでええですか？
いやまあそういうことやったらしゃあないけど、まあでもそれやったらストゥージーズになりますやん。だからバンド名だけでもイギーさんちょっと目立ってもらいたいんで、イギー&ザ・ストゥージーズいうことでやっていくいうことでいいですか？以前までギターだったロンがベースに回ることを了承し、ストゥージーズは再結成することになりました。バンドはアルバム制作のためロンドンのスタジオに入りました。事務所はボーイにアルバムをプロデュースさせるつもりでいました。しかしイギーが断ったこと、ボーイのワールドツアーでボーイ自身も事務所も多忙だったことから放置状態になりました。結果メンバー以外はエンジニアくらいという体制でのレコーディングとなりました。うっす、出来上がりました。まあ聞いてみてください。うんふん、あかんわこれ。まあボーイさんに頼んでミックスし直してもらおうか。完成したマスターテープを聞いた事務所は気に入らず、リリースに難色を示しました。事務所はデビッド・ボーイにミックスダウンをやり直させるように指示、メンバーをボーイのいるロサンゼルスに向かわせました。ボーイはツアースケジュールを1日空けてミックスダウンを行いました。しかし24トラックのうち3トラックしか使われていないマスターテープのミックスダウンは難しく、ボーイの納得のいくものには仕上がりませんでした。これミックスすんの？いやこれはちょっと難しすぎるんちゃうかな。1973年2月にアルバムローパワーはリリースされました。しかしことごとく意に沿わない形を取り続けるメンバーの扱いに事務所は手を焼き、アルバムリリース後のツアーに出すこともなく、ハリウッドで放置状態にしました。まともにプロモーションされなかったローパワーは再び商業的に失敗しました。ウィリアムソンがボーイも元愛人と付き合い出したのがマネージャーに見つかってしまい、解雇されてしまいます。さらに、いやーイギー君いい話あんねんけど。あーはい、なんすか？舞台ピーターパン、これの出演の仕事取れそうやねんけど。なんじゃそれ、ワイフなんやと思っとんねん。放置状態にいら立っていたイギーのもとに事務所はピーターパンの出演を提案しました。このことにイギーが激怒、手を焼いていた事務所は1973年5月ストゥージーズを解雇しました。事務所からは解雇されましたが、レコード会社コロンビアは見捨ててはおらず、バンドはウィリアムソンと合流しローパワーのプロモーションツアーに出ます。このツアーでのイギーは過激なパフォーマンスを最大限に披露しました。しかしハードなツアーにもかかわらず利益は上がらず、経済的にも体力的にもバンドは疲弊していきました。さらにコロンビアの社長が解任されてしまい、後ろ盾を失ったバンドは契約を解除されてしまいます。商業的に不安定になった上にステージでの客とのトラブルも重なり、バンドは活動を停止します。ストゥージーズは解散することになりました。イギーはこの後ソロアーティストとしてのキャリアを積んでいきます。そして2003年、ストゥージーズは再結成。そのお話はまた別の機会に。今回はストゥージーズの活動を追ってみました。ご視聴ありがとうございました。